マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートダブルダッシュ、マリオカートダブルダッシュは、ニンテンドーが発売したレースゲームである。マリオカートシリーズの4作目にあたる。ニンテンドーゲームキューブの周辺機器、ブロードバンドアダプタに対応している。本作の最大の特徴は、2人乗りでカートに乗るキャラを2人選んで、レースに挑む。 グランプリ VS でのカートの台数はこれまで同様8台だが2人乗りのため参加人数は16人とシリーズ中最多である。さらに前作まではキャラクターごとに性能が設定されていたが今作よりカートも個別に選択することになる。カートにも軽量級、中量級、重量級のどれかに設定されておりキャラの組み合わせによって使用できるものが違ってくる。また、 それぞれのキャラはスペシャルアイテムというそのキャラ専用のアイテムを使用できる。マリオカート64と同じくコイン制が廃止されたほか、本作のみミニジャンプができず、アイテム装備も不可能になっている。キャラとカートの組み合わせで様々な個性が出るほか、アイテムを1プレイヤーにつき1つ、2人合わせて2つまで持てるため、1つをストックしながらレースを進めることができ、 レース中での判断によって、レース運びに非常に影響するようになっているなど、実力が左右される要素が大きくなっている。従来作よりもかなり複雑化、特殊化した要素が多く、本作の目玉であった二人乗りのシステムは、現在のところ本作でしか採用されておらず、スペシャルアイテムのシステムも、アーケードグランプリにや、ツアーで部分的に採用されたに止まっている。なお、 シリーズのディレクターである、ノ・野秀樹は、マリオカートウィーでのインタビューにおいて、二人のリシステムは、今後も何か面白い可能性が見つかり次第、検討していくと表明している。今作からスタート時のカウントダウンの方式が変わり、画面中央に大きな文字が表示されるようになった。また、ファイナルラップになると、BGM のテンポに加えて、音程も上がる。 ゲームキューブ用ソフトの販売本数で第3位を記録したがシリーズの末を聞き作品において唯一ミリオンヒットしなかった作品である従来の 50cc100cc150cc のほか、今作から隠しクラスのミラーが加わったミラーはマリオカート64のおまけに相当するモードでコースが左右反転するほか、キャラクターやカートのモデリングや モーションも左右反転する。排気量は64とは異なり 150cc になっている。グランプリではクラスが上がるほど敵が手強くなり、使うアイテムの種類も増えていく。100cc 以下の場合はすべてデフォルトのコンビになるが、150cc とミラーでは上位に入りやすい2組に、必ず重量級のキャラが含まれるようになり、それ以外はランダムで選ばれる。 全20キャラクターのうち、軽量級は8キャラクター、中量級は7キャラクター、重量級は5キャラクターである。今作では、2人乗りとなるため、カート側に重量が存在しており、キャラクターの組み合わせにより、軽量級、中量級、重量級のどれかのカートに乗ることになる。仲間と同じサイズのカートを使用することになる。軽量級、 重量級のキャラクターとの組み合わせでは、重量級カート、重量級キャラクターとの組み合わせでは、重量級カートを使用する。必ず重量級カートを使用することになる。なお、ボスパックン使用時のみカメラが通常より遠く設定される。カッコ内はそのカートの持ち主。一部のカートはマリオカートツアーに一人乗りしようとして再登場している。 プレイヤー両方が軽量級の時に使う。キャラクターの組み合わせは28通り。加速、ハンドル、アクロ走行に特化したカートが多いが、本作ではスピード重視のカートも存在する。ミニターボの持続は全カート共通で最も長い。軽量級1人、中量級1人か中量級2人の時に使える。キャラクターの組み合わせは77通り。いずれのカートも、 軽量級と重量級の中間にあたる性能を持っている。重量級を含めたペアが使う。キャラクターの組み合わせは85通り。ゴーストドッカンを除き、スピードに特化している。ミニターボの持続は全カート共通で最も短い。すべてのキャラクターの組み合わせで使用できる。そのため、ゲーム中のカテゴライズによる重量級というよりは、 無差別級という表現の方が正しく、一部の攻略本では無差別級と表記されているため、このコーデも別カテゴリーとして扱う。コースの規定周回数は基本的に3周だが、本作では2周や7周のコースも登場する。また、VS ではオプションの設定により、周回数を1から9周の範囲で変更することができる。いくつかのコースバトルステージは、 ある条件を満たすと遊べるようになる。内はそのコースが再収録された作品。キノコカップ、フラワーカップ、スターカップ、スペシャルカップの計1 6の全コースを走破するグランプリ。コースの順番は最初のルイージサーキットと最後のレインボーロードを除きランダム。途中でセーブする機能がないので長時間走り抜かなければいけない。自作。 マリオカート DS 以降では実装されていないが、マリオカート7以外では、VS でレース数を32レースに設定し、コースを毎回ランダムに選出させることで、ほぼ再現することが可能。バトルモードで使用する専用のステージ。アイテムは、コース上にある、アイテムボックスを通過すると入手できる。本作では、ダブルアイテムボックスという、 アイテムが2つ入っているものも出現する。特定のキャラクターにしか出現しないアイテム。カッコ内には使用可能のキャラクターを記述している。ボスパックンとキングテレサには固有のスペシャルアイテムが存在せず、すべてのスペシャルアイテムが出現する代わりに他のキャラより出現率が低く設定されている。アーケードグランプリ どニー以外では長らく本作のみの仕様だったが、アプリ版のマリオカートツアーでスペシャルスキルとして久々に復活する。マリオカートダブルダッシュ。2014年11月5日閲覧。ABC マリオカートダブルダッシュ。2014年11月5日閲覧。週刊ファミ通より。AB オールカップツアーは全16コース。 1>, 1位から順20.86.43.1.0ポイント。マリオカートアドバンスを含むと、スーパーマリオカートのレインボーロードが単独で最多。ありがとうございます。